ウザさん、まだだ、まだだ、まだだ、終われない。完璧でしたね。体勢を整えましょう。この評判の元はおおよそわかるし、真実も知りたくないかもいい。ウーサブラ負けれ、進撃大丈夫か、みんな負けれ、逃がさない、一刀一刀となしく眠ってくれ、一応負けれ、上空の勝利、続けていくぞ、生きれるか、さあ。そろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど、忘れ物かな。なってないね。大切な仕事道具だろうに。でも麦畑は見事ですわ。ああ、最悪の時代といってもまだまだ豊かなところは残ってるんだな。一見ね。一見？麦をよく見てみろ。お？これは実が全然入ってない。こっちも。もみの中はカビだけだ。黄金カビだ。この一帯は全滅だろうな。全滅。最近広がりまくってるの。この分じゃ今年の収穫も期待できないな。クワを放り出すわけだ。ライダー、これも最下の剣種が生み出した結果の一つでしょうね。これが最悪の時代か。この雨寒すぎ。キャクチュですね。エクシュッチクサ。もう怖いっていうかうるさい。てか天族も普通にくしゃみするんだね。Thank you.
拾った。最大の都ペンドラゴですわ。宿は広場の正面にある宿がおすすめだよ。詳しいんだな。ちょっとね、昔よく来てたから。立派な噴水ですわね。ペンドラゴ名物の一つだよ。詳しくは知らないけど、地下水道で遠くから水を引いてるんだって。そうなんですか。無駄に水が噴き出すものをわざわざ作るなんて、やっぱり人間ってバカよね。勉強術も使わずに高度な技術だと思いますけど。無駄、無意味、トロー、別名フンヌの噴水っていうんだ。フンヌの？なぜそんな名前を？なんか水道の調子が悪いらしくてさ、時々こうなるから。なるほど。人間バカすぎ。スーキ教の配下だ。捕らえようとしたのだが、ただ者ではなかった。とんでもない動きね。見えただろ、ヒョウマだ。スーキ教の配下がヒョウマになってると。申し訳ありません、教会神殿に逃げ込まれました。事実のようですわね。おそらく奴は連絡係だと思う。雨寒いんですけど、長話迷惑なんですけど。詳しい話は雨宿りできるところでお願い。仲間が寒がってて、天族だって風邪ひくんだよ。ロゼさん、見えない人にはわからないだろうけどね。失礼した。天族の方々もおられるのですが、我が騎士団島へおいでください。優しい奥方だ。うん、まだ奥方なんて言ってる。
娘、飽きてきたわね。そんなこと言って、本当はノルミン好きなんでしょ。傘にマスコットつけるくらいだし。ロゼさん、マスコットの話は長くなるんだけど。面白そう。いいよ、じっくり聞こうじゃない。なら教えてあげる。こいつはね、頭を引っ張ると首が伸びるのよ。キリンくらい長くなるって。そっちかよ。鼻も伸びるわ。最大身長の 1.5 倍。キモ、すでにノルミンじゃない。そう、こいつは厄除け、験担ぎ、晴天祈願、イワシの頭、そういう類のあれよ。なんかよくわからんけど、了解。つまり特別なお守りなんですよね。別に、もらったからつけてるだけ。石碑はまだ見てないかも。
ここなら落ち着いて話ができる。なんとかなった。教会に入る手続き許可は得たが、先ほどの事件の後では警戒されるだろうな。警戒は元からでしょう。今さら関係ないんじゃない？そうだよな、やましいことはないし、行ってみよう。ロゼさんがいらしてからスレイさんの積極さに磨きがかかった気がしますわね。心配する方の苦労も倍だけど。世話をかける。決めたのは俺だから。それに教会の中の神殿を見るのも目的なんだ。貴公はどこか教皇様を思い起こさせる。あの方も人のために身を惜しまぬ方だった。無駄な苦労好きなのね。そうなんだ。宿を用意した。天族の方々も今晩はゆっくり休んでもらいたい。ですが団長、潜入したボリスが連絡を絶ってもう3日です。急いだ方が。ボリスって？この長雨で食料事情は良くないが、ペンドラゴ名物のドラゴ鍋を用意させよう。心配ではないのですか。たった一人の弟でしょう。これ以上自分たちのツケを貴公らに背負わせたくないのだ。今は体を休めてくれ。セルゲイさんのお言葉に甘えましょう。分かった、ありがとう。この人、大地の記憶の白王騎士団初代団長、将軍ゲオルク。ヘルドルフ！ヘルドルフ！？しかも描かれたのは20年以上前だ。大地の記憶に残ってるはずよね。この人が、あのヘルドルフ。セルゲイさんっていい人だな。はい、帝国の騎士団を率いるには正直すぎる気もしますけど。だな、ちゃんとやれてるのかな。他人の心配してる場合じゃないと思うけど。ドラゴ鍋85点。食べれる時に食べとく主義なの。子供の時から仕込まれたんだ、戦士の鉄則だって。戦士か。戦士？ロゼたちは暗殺ギルドだろ。ね、昔は違ったんだよ。私たち前は傭兵団だったんだ。大陸一なんて呼ばれた。傭兵団。先に休むね、明日は仕事だし。ロゼの傭兵団ってもしかして前にデゼルが言ってたやつ？風の傭兵団だったね。聞いたことがありますわ。たった100人で2万の大軍を敗走させ、一晩で3つの城を落とすほどの力を持っていたとか。ああ、
主にローランスに雇われて活躍した伝説的な傭兵だ。めちゃ強じゃないか。その上真偽に厚く、当時のローランス皇帝も右腕として頼るほどの存在だったはずですが。確かにそうだった。だがローランス皇家が裏切りやがったんだ。俺の仇とつるんでな。ローランス皇家が兵馬と組んでるだって？驚くほどのことか。いや、人と兵馬は別の存在じゃないんだしな。はい、むしろ表裏の関係と言っていいでしょう。むしろ枢機卿の力が兵馬のものだとしたら辻褄が合う。ロゼが裏口から外に出た。目を離すところだ。おい、デゼル。まさか暗殺依頼があったのか。どなたを？ロゼさん一人で？どっちにしろまずいよ。みんなして。ロゼこそなんでこんなとこに。ただの散歩。なんか食べ過ぎちゃって。ったく、本能のまま動くんじゃない。誰かを暗殺する気なのかと思っちゃったよ。するよ、依頼あったし。戦いを起こしたやつを殺してくれって、この前の戦争で息子を亡くした人から。今回の侵攻は1年前に皇帝に進言されてたマシドラ教皇の名でね。まさか教皇様を。待て、教皇は名前を使われただけじゃないのか。行方不明なんだから。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。微妙だからね、失踪した時期と。そこはよく調べなきゃ。もし調べた結果が。悪ならやる。それが風の骨だよ。相手が教皇でも。教皇でも皇帝でも同志でもね。あれ、私なんか変なこと言った？そこまで言い切って聞かないでよ。もちろん見境なく殺すわけじゃないよ。どんなやつかちゃんと確かめてから。うん、よくわかった、ロゼのこと。そうならいいけど。僕もわかった気がするよ。ロゼが汚れを生まないわけが。スレイ並みに変なやつ。嘘のない方なんですね、ロゼさんって。昔からそうさ。こいつに教皇様って戦争を起こすような人なのか。セルゲイさんの話とは印象が違いますよね。大国の指導者だよ。一筋縄じゃいかない男なんだろうね。
っさり入れちゃった。ここは一般信者用の講堂のようですよね。その割に人いなくない？最高の力を持つ5人の天族、五大神のお名前を全部言えるかな？マセヒ、あとウマシア、アヤヒノとアメノチ。そう。そして最後の大神はこの教会神殿に祀られているマーケル。そう、マオテラス様はグリーンウッド大陸のすべてに加護を与えてくださる天族ですね。教会神殿にはマオテラスが祀られてるのか。五大神と超大物が出てきたな。マオテラスなら最下の剣士に対抗する方法を知ってる可能性は高いよな。そんなすごいやつなんだ。なんたって五大神の筆頭だからね。スレイさんですね。ようこそローランス本部教会へ。お話は伺っています。どうぞ奥へ。さすが教会神殿。間違いなくアスガード流星期の建築物だな。関心もいいけど警戒忘れない。これは同志の試練とそれを超えることで得られる飛力について書かれている碑文です。同志の飛力、本物かな。かなかなかな。あ、日暮しが泣いていますわね。本物っぽいね。解説っぽい古代文字があるけど文章になってない。きっと暗号なんだ。飛力っていうくらいだしな。どこかに解読のヒントは。これなんて書いてあるの？わかりません。この碑文は暗号で記されていて、その解読法は代々教皇様だけに伝えられるのです。教皇様に読んでもらわないとダメってことか。ここはまずい。外へ。気持ち悪い。何これ。氷魔の領域、ヘルダルフの時と同じだ。もうお帰りですか？どうしよう。あ、ローランス教会枢機卿フォートンです。この領域はあなたが。ここまで動けるなら合格ですね。その力を私に預けませんか？民のために。ハイランドでも同じこと言われたよ。バルトロのような俗物と一緒にされるのは心外ですね。俗物っぽいセリフだよそれ。少なくともそんな挑発に乗る程度ではありません。あ、一本取られた。私の願いはただ一つ、帝国がこの最悪の時代を乗り越えること。それは民の結束なしには不可能でしょう。しかし愛国心のみでそれを行うにはローランスは巨大すぎる。どうしよう。古来より国家が何をもって民をまとめてきたか知っていますか？信仰かな。
そう。人は心の救済のために最も尽くし、価値観を違える集団に対し最大の結束を発揮します。つまり我が教会こそがローランスの要にふさわしい。それがあなたの考えなんだ。民を導く者としての理念です。同志の名と力が加われば、より多くの民を救うことができるでしょう。なら騎士団と協力すればいい。それが一番みんなのためになるだろう。私の意に従って働くというなら喜んで迎え入れますよ。たとえ教皇が逃亡したとも知らぬ愚かな騎士団であっても。教皇が逃げた？あんたが監禁してるんじゃないの？いいえ、教皇、いやマシドラは自ら逃げたのですよ。帝国と信徒への責務を全て投げ出した。そのような男をどう思いますか？無責任だと思う。本当ならそうでしょ。なのに騎士団のようにそんな卑怯者を未だに信奉する愚か者が多い。結束のためにはマシドラを見つけ出し処罰する必要があります。処罰？そう、私を疑う無礼者どもに与えたのと同じ罰。それは困るな。教皇様には碑文の意味を教えてもらわないといけないんだ。必要ないでしょ、協力するのなら。どうしても知りたいんだ俺は。わかりました。つまり私の理念を体が拒否するのですね。つらい。つらい。行くぞローズ。一瞬とはね、私の領域を破って天族とつながる。楽しみですね。消えた！何これ？レイムの衣だ。隠れて練習してた術だろ。すごいな。あ、話はあと。騎士団島まで逃げるんだ。マシドラ様が自ら逃げた。ごめん、詳しい話は聞けなかった。逃げるのに精一杯で。いや、捕らえられていないと分かっただけでも十分な成果だ。ミクリオ、サンキュー。これくらい普通さ。天族ミクリオ殿、秘伝の勇気に敬意を表する。別にいいけど。調子に乗るな。目をくらませただけだ。あいつの領域を何とかしないと。教皇様に碑文を読んでもらって気力を手に入れよう。けど肝心の教皇の居場所は？騎士団が1年探しても見つからなかったんだぞ。それは通気橋に捕まってるって思い込みで探してたからじゃないかな。掴んだよ、
教皇の居場所の手がかり。本当？大陸の南にあるゴドジンって村。本当かどうかは行ってみないとわからないけど。どうやってそんな情報を？それは企業秘密。同志の身内ってことで納得して。なるほど、さすが同志の奥方。ゴドジンに捜索隊を派遣しよう。またこっちが教皇を探そうとするのは枢機卿も分かっているはずだ。下手に騎士団が動いたら教皇様の居場所を教えてしまうことになりますわ。僕たちだけなら隠れて行動できるか。ゴドジンには俺たちが行くよ。しかしそれではあまりにも。任せとけって言うでしょ。蛇の道は蛇だっけ。蛇の道は蛇、氷魔の相手は同志ですわね。そういうこと。かたじけない。なあ、その代わりって言ったらだけど、ローランスの通行証をもらえないかな。俺、ハイランド軍の味方って誤解されてるかもしれなくて。機構がどんな人物かは十分承知している。早急に手配しよう。よかった、これで一安心。自分からも一つ伝えておきたいことがある。表に出てもらえないか。機構との戦いで自分が使った技を覚えていた。あれは獅子閃光。代々我が騎士団に伝えられてきた奥義。今の使い手は自分と弟のボリスのみになってしまった。それを機構に伝授したい。受けてもらえるだろうか。分かった。飲み込みの速さ。すまない、武骨者ゆえこんなものしか報いる術を知らないのか。ううん、すごい技だよ。ありがとうセルゲイさん。もう我々は同門だ。セルゲイで構わない。俺もスレイでいいよ。スレイ、自分は教皇様が逃げ出したとは信じたくはない。でもこの事件に自分の知らない裏があるよ。分かった、教皇様を見つけて事情を確かめよう。頼む。ロゼ、教皇の情報って風の骨が掴んだのか。まあね、教会関係のお金の流れからちょちょっとね。さすがですわ、騎士団とは違うやり方ですね。これくらい当然。暗殺ギルドなめんなよ。暗殺か。スレイ、通行証だ。ありがとう、これで安心して旅ができるよ。それがゴドジンに通じるバイロブクリフ街道が落石で塞がれたという情報が入った。それは岩だけにガーンって感じだね。あー、ロゼさんの落ち泥棒。他に道は？凱旋総会の南にあるカンブリア地底道を通り抜けるしかないだろう。分かった、地下の抜け道だね。そこワクワクするとこ？するとこだよ。
兵馬、通気橋の見張りか。スレイさん、見張りの目をごまかさないと。脱出成功。これで通気橋を出しの受けたかな。今日は結構食べちゃったな。ちょっとお腹が痛い。あらあら、食べ過ぎはいけませんわよ。ちなみに天族は食べ過ぎてお腹壊したり取ったりとかしないの？メルヘンな言い方をしますと、思いは形になるという感じですわね。なんのこっちゃ。カロリーを摂取して太るのではなく、これだけ食べたら太るだろうなという思いが形に。わお、逆に言うと思わなければ OK ってこと？いえ、自称の否定は汚れにつながります。天族に現実逃避は許されないのですが、結局のところ人間と同じに考えていただけると。ややこしい。